はい、ナパンです。コンストラクションシミュレーターの続き遊んできます。よろしくお願いいたします。今回はですね、最後のお仕事ですね、キャンペーンではなくフィナーレのところの一番初めのメリーゴーランドをやっていきたいと思います。フィナーレだからかわからないんですけど、会合が2回あるっていうところですね。ではまずはこの市長とお話ししましょう。I'm very happy that you want to help us. But first, I want to thank you. With your energetic commitment, we've improved our situation in all parts of the city. The old harbor, public spaces, tourism, and the entire energy supply have experienced a tremendous upswing. So, the foundations for a better future are in place. And now we're standing at the edge of the former amusement park that has been closed for many years because no one has had the means nor the will to roll up their sleeves and get to work. With this upcoming project, we want to bring one of the most popular recreational places back to life. This is certainly no simple task. A lot has to be renovated, and some things must be constructed from the ground up. But I'm sure that when we combine forces, we can reach our goal.まずあれですね、急に暗くなったのが怖いですねごめんなさい、ちょっと朝に変えましょう。あ、びっくりした、急に真っ暗になったから。ここは旧遊園地なんですね。まあアドベンチャーパークって書いてる、まあ、廃業したところをもう一度発展するというか建て直すっていうところをやっていくというところらしいですね。え、なぜここ仲悪いのかわからないですけどね一緒に横並びでいいのにな。ここに起業家がいると話しましょう。 Good news! Gigantic Solutions is getting involved in the project with its own ride. A carousel made of rockets that float into space and give the riders a sense of traveling to the stars. And best of all, thanks to our investment in regenerative energiesWe can cover the entire power supply for the park with clean and sustainable energy, free of charge. And I want to use this ride to promote it. This will benefit all of us. なるほど。市長はまあ全体的な話をしてくれてて、で、ここにメリーゴーランドを建てましょうっていうのが起業家か。なるほど、なるほど。はい、ではメリーゴーランドの大枠のお仕事を見ていきましょう。建設準備、基礎、コンクリート建設、プラントエンジニアリング、輸送で完了というところですね。で、建設準備のところは表土の除去をやって基礎の掘削をするというところをやっていきましょう。やっていくんですけど、ここにアトラクション5つ建てられるのか。結構狭いし、なんかいろいろもう建てられてる中なんですけど、全部取り壊すのかな？で、なんか恐竜さんみたいな木がいるっていうね。はい。では、まずは、氷土の除去やっていきますか。ここの真ん中だけっすね。やるのは。内側からやっていった方が良かったかな。いらない土もちょっと外に出さないといけないですからね。よし、では表土の除去は完了して、この後掘削ですね。この中かな、また。やはり時間かかりそうなんで、どうぞ使いましょう。
結構深くまであれですね、まあ、やっぱり基礎を作らないといけないから。そうか、よし、完了しましたね。どっから出るんだこれ。あ、出られない。あ、いいところに、ここから出れそうだな。よし、ではステージ次行きましたんで、基礎というところで資材の配送を開墾して、スラブ基礎ですね、やっていきましょう。たまにはフラットベッドクレーン使おうかなと思って用意してみたんですけど、久しぶりすぎてあれですね、搭載できる量が少なくて、でも2回か3回ぐらいちょっと運ばないといけないですね。こんな小さかったんですね、久しぶりすぎて。ほんとなんとか2回の配送で行けましたね。あともう一個これ配置して終わりというところですね。よし、これで完了と。で、開墾して、今回こそコンクリートポンプ車移動せずに、いや、この位置だったら大丈夫だと思うんですけどね。いや、極力移動せずに多分ここだと思うんですけどね、ポイント的に。この内側、この土の部分にコンクリートポンプ車とか入れると多分邪魔だよって言われちゃうんで、まあ最低限外かなっていうところ。プラスこの、こっちのこの凹んでるところにも何か打設するんじゃないかなって考えて、このコンクリートポンプ車の設置ポイントここにしてみたんですけどね。まあ果たしてどうでしょうというところですけどね。よし、ここで打設完了ですね。で、エリアを敷きならす。なるほど。そうか、電源コードを入れるために掘ってたんだ。では次のステージ見ていきましょう。コンクリート建設というところで敷きならしをして、資材の配送をして、開墾して、スラブ基礎をするというところですね。ではやっていきましょう。そしてはこの土を埋めていきますか。今回はうまいこといきそうな感じがしますね。あれ？ OK？ はい。全然土足りないですけどね。まあ、綺麗になるか。よし。では次、資材を届けるというところですね。フラットベッドクレーンだと、このパレット6つだとしても運べないので、ちょっとやり方変えますか。このトラックにクレーンが付いているもの、これを買って使ってみましょうか。うん、これだとかなり入るんで、ここでうまくいけるかですね。ではまず買わないといけない資材すべて買いましょう。はい、では持ってきましたけど、まずはこれもモードの変更ですよね。はいはいはい。で、まあ念のためボードを開けて、不安定だな
で、フラットベッドクレーンと同じ要領で取ると、あ、けどこの長さだと届きますね。うん、あ、大容量詰めるんでこっちの方が良かったのかもしれないですね。ただしお金があれなのか全然違うのか。クレーン付きトラクターは12万5千と、あとはトレーラー、これ今使っているのに6万というところで18万5千かかると。で、フラットベッドクレーンだと10万か、8万5千とか、安いので初めの方はそうか、フラットベッドの方がいいんですね。お金あればこっちの方がはるかにその輸送の量が変わるんでこっちの方がいいとは思うんですけど、よし、これ次第の配送完了ですね。で、開墾すると、この上に開墾かな、あ、邪魔と。で、ここに敷かれたと。で、また続いてここに打設をやっていきましょうというところですね。なんだあれ、なんか宝箱みたいなものが2つありますけどこれなんだろう、何用の箱だこれ。箱って決めつけてますけど、なんでしょうね。これ打設し終えたら多分答えが分かりそうだけど、また出たこのやり方でいきましょうか。もうコンクリート打設というか撒き散らしてるだけなんですけどね、これね。よし、これ完了と。なんかが出来上がってる。特殊部品は設置かな。では次のステージ一旦で見ましょう。プラントエンジニアリングというところで鉄鋼の部品2つですね。これは輸送と設置かな。あー、そんな感じがしますね。特殊部品のところか。はい、では行きますか。では2つの部品設置しましょう。ここで設置が完了して、あ、半分やってくれてる。ではこれでアーム設置完了ですね。また何かが悪さしてる。よし、 OK ですね。最終ステージですね。輸送というところの仕事で資材の配送、特殊配送を、特殊部品の設置が2つ開墾して終わるというところですね。ではやっていきましょう。ではこのままこの3つ置きましょうかって言ってるけど、3つどこに置くのこれ。あ、逆か。うん、こっちの方が早く終わりますね。ではこれで設置完了と。では最後に、最後ではないんですけど、メリーゴーランドのマウントのパッケージとロケット持ってきましょうか。おお、これを、あれ、なんかロケット若干動いたぞこれを持っていくんだ。いやー、これ一回で積み込みできなそう。ギリギリ、ギリギリいける。これ以上無理っすもんね。
なんかこれ微妙にいけなそうっすよね。しかもなぜか横にしか積んでくれないっていう。こう縦向きに積み込みできるんだったら1回で、もうロケットとかを完全に縦に置きたかったんですけどね。まあ、ダメか。この中は？この中絶対ダメなんですよね。ダメ？あ、あれ固定できなかったっけな。できないのか。これファストトラベルやるとダメなんですよね。あのこの上のロケットが多分宙に浮いたまま終わっちゃうんで、ファストトラベル一回やってまた積み込みした方が早いとは思うんですけど、もうちょっと意地になってこれで運ぶぞ。意外とこのパッケージ引っかかってくれてるな。まだまだあと 60% ぐらい進まないといけないですけど、今のところ安定して引っかかってくれてますね。頼むぞ。右のカーブとか怖いな。あれ？なんかぶつかった？よし、ここまでは無事持ってこれましたね。遊園地前。あれ？おーい。なんでやねん。ここナビしないで。通れないじゃん。こっちの脇道から行けばいいのか。あー、行けるかな。なんだこれ。え、ヘルメット？なんだこれ。あ、椅子かこれ。椅子にしては強い、小さくないかこれ。何かのショーを見るところか。で、作業現場がここ。どっから入ればいいんだ？もう、これもね、ファストトラベルばっかりできてるんで、ちょっと入り方がわからん。なんか、業者が入るための道、用意してくれてないと。え、ここ？ここしかないのか。からか。え、高さは大丈夫これ。あ、いけるのか。で、これ右だな。いけるか。無理じゃない？もうちょっと大回り？いや、業者を入れさせてくれない遊園地ってどういうことやねんっていうところはありますけど、こっち？まさか。いや、もう戻れないよ。あ、こっちか。いや、もっと奥まで調べとくべきだったな。戻ることはできるんですよ。こう行って、あ、いけるか、これ。これ何これ。巨大クッキーみたいな。この上行けるかな。で、巨大クッキーをちょっと乗って、で、大回り。は？は？なんでやねん。大回りすらさせてくれないの、ここ。この巨大クッキーが
この下が歯のここに引っかかるんですよね。いけるじゃん。あ、ダメだ。やばい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 。やばいぞこれ。2回ファストトラベルすればよかった。ああ、これあれだ。このクッキーのチョコチップに引っかかってますね、この。これだ、原因が。もう抜け出せない。行った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 けど、こっからこう何度か切り入った何度か切り返して、もうあれでしょ、ああついにこんなところで、もうこれだけでは持っていけないか。いやー、その廃業してるんでしょう、もう先に全部壊そうよ先に次のお仕事のタイミングでその部分だけなくなるんだったら、もう先に全部壊せよって思うんですけどね。これ全部覚えておくからな、これ。許さんぞ、これ。いや、絶対的にここら辺とかも壊すでしょう。よし。まあ、これこの後設置するんで、適当に置きましょう、ここに。あと3つ救出か。いやー、余計な仕事増やしてしまったな。あ、そうか、あ、そうじゃん、もう下に落ちてるからこれでいいじゃん。で、残り落ちたものは、ああ、というかな、ベンチとかも、もういらないでしょ、これ。これ、先に掃除しようよ、掃除。解体と掃除してから、新しいものを作ると。順序間違ってますよ、これ。よし、これで設置完了ですね。で、この後に、一旦邪魔と。これ上に乗っけるんですよね。あ、増えた。いや、なんとか設置できましたね、これね。よし。最後はロケットをくっつけると。よし、ここで完成ですかね。あ、まだ開墾があるのか。よし、では開墾して、おお、出来上がった。よし、では片付けたので、おお、すごいいいものが出来上がったけど、これ周り大丈夫、これこんなに土持ってるけど。よし、では最後にお話しして終わりましょうか。 The finished rocket ride is just fantastic. I'm really thrilled by its execution.Some people absurdly complained that our logo on the ride can be seen at some distance. What mattered to me was to use this attraction as a commemoration of my father and his significant research activities. To some extent, Gigantic Solutions is his legacy to this city, and he shouldn't be forgotten. When I was a kid, my dad and I liked walking across the fairground on the pier.
Whether it was a roller coaster or a Ferris wheel, he came along on all the rides. But the best thing was when he held me by the arms and spun me in a circle like a small rocket. He would certainly have loved this carousel. I'm very grateful.待ってくれよ。あれこれ廃業中じゃないの今。なんで人乗ってんのこれ。音ないし。お？あ、まさか？あ、上に登ってる登ってる。あ、すごい作り込みですねこれね。でも乗れるでしょ。全然音ないけど。よし、今のうちだ。乗れ。乗れ。なんで乗れないのこれ。よし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 、来た。来た。来た。自分も走らないとダメなのか、これ。廃業した遊園地、一個アトラクション作ったんで、オープンです。すいません、残り8割は壊れてます。ごめんなさいって。どういうことよ。お墓があって？だってこんな、ホットドッグ屋もひっくり返ってんのに、でトイレも入れないのよ。トイレもぶっ壊れてる遊園地では、手を挙げて遊んでるって面白いな。この後のお仕事、ゴーカートから遊園屋敷海賊船を裏でやろうかなと思っていたんですけど、ちょっと気になるんで、もうボロボロな、もう廃業してる遊園地が一個一個完成していくところはちょっとやっていきたいんで、なんか面白い出来事があると思うんで一個一個やっていきましょうというところで、今回はここで終わりにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。